ああ、新しい単語生まれたな。新しい。何でしょうか。なんでよりによって。どういうなり方だ、これ。はい、三人称ドンピシャです。ピジャンコです。セットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日もボードゲームやっていきましょう。はい。まあ、皆さん、擬音、得意ですか。まあ、擬音で、ほぼ、生きてきた。擬音みたいな名前だしな。まあそうですね。まあまあそうだね。まあ、世の中にいろんな擬音あるじゃないですか。特徴的な。はいはい、例えばまあ、ギョッパーとかだ。うん。めめたーみたいな。うんうん。でもあれだけを取り出したときに、これって何の擬音なのって結構ね、考えちゃうこともあると思うね。絵と一緒になってるのもわかるけど、うん。今日はそういった擬音を使ったボードゲームやっていきましょう。はい。今日はこちら。バン。絶対擬音かーん。絶対擬音かん。擬音かん。絶対音感と多分擬音をかけてるんだと思うんですけども。ああ、なるほど。カードがあります。はい。まずこちら、数字カード。はい、これは文字数を決めるカードですね、うん、はい、何文字の擬音を作りましょうっていう、で3って出たとして、ああ、ハップ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 って出ました。ああ、これがどんな時の擬音なんだろうっていうのを考えるのよ。はあ、うん、何の時にこの音鳴るんだろう。ああ、でそれぞれが考えてどの擬音が一番ぽいよねっていうのを決める。ああ、一番ぽさね。そうそう。ぽいのを考えるゲームでございます。それを例えば、まあ、ボードに書いてもらって一斉に出すと。うん、ああ、なるほど、ね。はいはいはい。決め方なんだけど、はいはい、まあ我々の中でこれが良かったこれが良かったって討論するのもいいんだけど、本日は、向こう側にですね、うん、画面には登場しないんですけど、うん、以前もクイズ出してもらった、お菓子クイズの時に出題してくれたうどんさん、この辺に来てくれた人、うどんさんがちょっと向こうに待機してるので、なるほど、うん、ありがとうございます。どれがいいですかっていうのを、送るので、ああ、ね、出た、そう、そういう系だ。で公平に判断してもらおうかなというふうに。鉄道さんのお母さん以来、そうだね、俺がぶっ刺さった、そう、はい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 、うちの母親がねプロポーズの、うん、やった以来のあれ系だ、使わせてもらおうかなと。はいはいはい、じゃあやっていきましょう。まずはい、ここにカードがあるので、うん、シャッフルして、シャッフルして3枚ずつ配ります。ちょっと3枚ずつ配ってもいいですか。半分ずつシャッフルする。はいはい、はい、今じゃ結構切りましたけど、ね、あ、ほんと、じゃあ軽めで大丈夫です。はい、軽めで大丈夫です。よし、あざす。そしたら3枚ずつ、あ、じゃあ配ってもらっていいですか。じゃああざすもう何なんそれ。 OK、本当大丈夫、okay. 2枚しかない、okay. 全然 OK じゃん、okay. プレイヤーの中で一番擬音っぽい名前の人が親となります。え、ドンドンピシャペチャンコ、ペチャンコなのかな、うん、まあペチャンコっぽいですね。プレイヤーが最初親で、まあでも親とか子とかあんま関係ないんだけど、うん、親は数字カードを山札の上から一枚取り、うん、はい、場にして出す。それが文字数になります。いきます。はい、今回6!1 番でかい、うん、で、親から時計回りに1枚ずつ擬音カードを倍出していく。あ、でこの時の並べ方なんだけど、うん、1人出すじゃん。例えば、うん、じゃあ、ペイさんがまず1枚出してもらって。はい。こ、うん、こが出ました。こ、はい。で、次、どこに出してもいい。あ、なるほど。前だろうが後だろうが。なるほど。好きに出して良いので。はい。うん。じゃ例えば、うん。みこ。あ、あ、なるほど。何？擬音？言います。擬音で。擬音なんだよね。うん。うん。オッケー。ペミコ。ペミコ。じゃあ俺？うん。ペミコス。擬音なのこれ？擬音だよ。ペミコス擬音？ペミコス。あと2文字か。じゃあ擬音っぽくしましょう。おーおーおー、はい。ペミコスイ。最後どこに、どっちに、じゃあ真ん中とかもいいんだよ。そう、どこでもいいからね。ちょっとさ、崩していいよ。あとさ、崩してもいいから。ペミコスイ。ペミコスイ。今のところ。今のところ、なんかをやった時にペミコスイって音が出る。そう、どうだ、頼む。聞いたことない。どんなにかかって。まさかに。一回も聞いたことない、ペミコスイ。ああ、じゃあ、はい。さらに擬音っぽくする。お、はい。いいね。どこか、いや、
どこに来る？最後に置きます。最後に？じゃあもうここ確定だ。ペミコスイの最後に来ることがあるのか？ペミコスイやー。伸びたなー。ペミコスイやー。さあじゃあ出揃いましたので、はい、ここで、皆さんにボードを配りますので、これが一体、いやこれ何の時に、ペミコスや何の時にこれが発せられるのか。じゃあ、親から出していきましょうか。あ、親から、はい、はい。じゃあ、俺だ。ペミコスヤー。ペミコスヤー。ペミコスヤー。どんな時になった音でしょう。城のバルコニーから女神が現れ、うん、下々の者たちが一斉に女神を見た瞬間。ペミコスヤー。あ、見上げる感じってこと。なるほど、ね。で、なんか、広がりってことだね。うん。なるほど、ね。そう。あ、五光が差してるような。なるほど。はい。なるほど、なんとなく。なるほど、なるほど、なるほど。はい。じゃあ、はい、私が考えた、ペニコスや、どんな時になったか、はい。はい。イタリアンを食べているキザな男が、ボーイに文句をつけた瞬間、女性にビンタされた時に鳴った音。イタリアンを食べているキザな男が、ボーイに文句なるほど。イタリアン食べてるキザ、ペニコスや、ペニコスや。いきます。はい。生きったチンピラが北斗神拳された時の断末魔。確かに北斗神拳食らうとペッ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 ってなる。ペッペッペッってなっちゃう。ペッ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 。そうなの。なるほど。はい、じゃあこんな感じ。はい。これドキドキするんだよな。では発表します。はい、ペミコスヤー。はい、ペミコスヤー。一番それっぽいと思われたのは、うん、生きったチンピラが北斗神拳された時の断末魔。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ペミコスヤー。くっそー。来ました。ありがとうございます。そうか、そうか、そう言われたらそうかもしれない。うん、おさん1ポイント。ありがとうございます。取られた。じゃあ次、まあ、とりあえずこのまんまめくっちゃうか。はい。3。おお。あ、3ね。いいとこ。まあまあいいとこですね。も。も。おお、びっくり。これ2文字になるのか。ぶも。なるほど。ぶも。ぶも。なんかあるだろう、これ。ブモはありそうだね。ブモはあるだろう。ブモはありそうだ。じゃあ、書けましたか？はい、書けました。ました。それぞれ発表しましょう。はい。ブモ。ブモ。ブモ。まず私から。はい。期末テストの最中に、ガリ勉の生徒からこの音が出て、しばらく鉛筆の音が止んだ。ブモ。ありそうっすね。まあまあまあ、ありそうですね。なんかこもった感じもある。こんな音鳴るだろうな。多分後ろからだったんだろうな。なるほどね。はい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 、はい。そうそう。ありますよね。いじっていいの。はいはいはい。正なるほどね。そっちね。はい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 。はい、じゃあ。ちょっと私の怪しいんですけど。はいはい。言わせていただきます。新大陸に行き、先住民が一番最初に発した言葉。ああ。ブブ。ああ。ああ。いたんだな、はい。向こう側にいたんだな、これ。挨拶なのかな。ブモ。どっちなんだろう。それともなんかちょっと危険な危険敵視してるのか。全くわかんねえよな。うん。ちょっとわかんないけど。なるほどね。はい。確かになんかなりそうな気がするわ。はい。じゃあ私、牙が生えたゴブリンを背後から棍棒で思いっきり殴った時のゴブリン側の音。はい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 。ブモブモブモ。ブモそういう音なりそうだな。なりそうですね。なるほど。はい。なるほど。じゃあちょっと。シャーメールしましょう。よし。来た。結果出ました。あ、早い。はい、早い。部も。はい。部も。部もは、ええ。期末テストの最中にガリ勉の生徒からこの音が出てしばらく鉛筆の音が止んだ。あ、ほんと。音がまあ一番それっぽかったと。そう。判断されましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。お願いします。お願いします。2か。ってことは？ってことは？テッドさんは、そうだね。いや、2人で。ドンさん。ちょっと待って。手。じゃあ、お尻の方。お尻に。
手ほ。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 空気の抜け方尋常じゃないな。手ほ。手ほ。はい。はい。はい。じゃあ、書き揃えましたので、A さんからお願いします。はい。手ほ。では、手ほ。行かせていただきます。はい。手へ以上に恥ずかしいことが起きたとき。てへっていうのがね。ああ効果音だね、てへね。てへは、効果音。効果音か。よりこう、こうなっちゃう感じか。てほ。より空気の抜ける感じ。ああ、なるほどね。そういうのもいいのか。なるほどね。なるほど、なるほど。そうか、そうか。いい、いいですね。浮かびます。浮かびますよね。浮かびます。じゃあ、ちょっと複雑に行き過ぎたかな。じゃあ、私。はい。力自慢のヤンキーが合気道の先生に簡単に一回転して転ばされた時。ヤンキーがこうなる瞬間、ファサってなった時に、手ほ。なるほど。手ほ。なんかそう言われるとなるほど。でも、これ文章だけなんだよな。なるほどね。はい。俺のはドンさんとちょっと似てるかもな。自分が落ち込んでいるとき、いつも喧嘩ばかりのあいつが慰めてくれた。うんうん、ありがとうと素直に伝えると、あいつはそっぽを向いて一つ咳をした。あ、細かいですね。細かい。細かめに。その音です。さあ、というわけで、はいはいはい、送りましょう。どれもいいな。どれもいいですよ。どれもいいです、これ。やばい、なんかね、アニメの、漫画の、なんか想像ができる。浮かびますよ。さあ、結果出ました。はい。手法。はい。手法は、手兵以上に恥ずかしいことになっちゃうと。ありがとうございます。音でございます。なるほど。だから、いいんだ。言葉、そうだな。そっち出てもいいんだな。いきます。うわぁ。5。5だとなかなか、じゃあ、ないと思う。俺だね。はい。じゃあ。お、なるほど。あ、来ました。はい。まあじゃあ、とりあえず交換っぽく。はい。ポイーン。ポイーン。まあまあまあ、一旦な。でも、ここで。絶対崩れるから。そう、崩すこともできる。いや、あまり崩さずいこうかな、じゃあ、今回は。いけますか、そんなこと。ワポイーン。ワポイーン。ワポイーンなんてことがあるのか。どうやったらこの音鳴るんだ。おい、その間に入れる。隙間あるか。ワポイーン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 なんてことある？この中にあと一個入れないのか。お、ここにしよう。おう。ワーダポイーン。ワーダポイーン。ワーダポイーン。こんな音。こんな音がいつ鳴るんだ。はい。はい。じゃあ、はい、かけました。難しかったですね。これ難しかったっすね。今回はちょっとさすがに。今回ちょっと難しかった。ワーダポイーン。しかも俺からか。ペイさんからじゃあお願いします。お願いします。はい。ワーダポイーン、ね。ワーダポイーン。たくさんの人を詰め込んだゴムボールを高いところから落とした。はぁ、はいはいはい。いや、わかる。わかりますよ。やっぱポイーンがね。そうね。ダポイーンのとこね。そうですよね。そう。わかりますよ。はい。わかります。じゃあ私ですか？はい。はい。悩みましたが、聞いたことがないキャッシュレス決済で支払いをしてる時の音。はぁ。ワーポイーンみたいな。ワーポイーン。なんか変な音鳴ったな、みたいな。ああ、はい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 。あ、いいな、それいいな。あ、いいですね。なりそうだな、うん、はい。お、私、はい、ペチャンコさんと似てます。お。高所から飛んで予想以上に跳ね返った時の。なるほどね。ボイーンみたいな。はい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 。そうだね。いや、わかる。感じ。めっちゃわかる。これですね。じゃあ、これで、はい。しましょう。はい。難かった。これ難かったですね。難かったです。すごい難かったです。あれ、これ悩んでます。これ悩んでます。あちらも悩んでます。あちらも。みたいな。お、出ました。お、はい。ワーダ、ワーダポイン。ワーダポイン。正解は、はい。
聞いたことがないキャッシュレス決済で支払いをしている。まあでしょうね。まあまあ、だろうね。かぶりもね、かぶりもあったとは思います。ちょっとかぶっちゃったと思います。こちらで。ありがとうございます。4か。4だ。で、ドンさんから。はい。4っていうのもなかなか、2文字入ってるパターンも。じゃあ、これ使っちゃおうかな。なるほど。ケツです。ケツ。ケツ。うわぁ、トラブリーな。なるほどね。感じ。こういうこともあるのか。うん、む。む。はい。うわぁ、新しい単語生まれたな。新しい。なんでしょうか。体温。いやぁ、なんでよりによって。どういうなり方だこれ。体温。ハート。体温。うわ、なんだこれは。新しい単語生まれました。いや、これもちょっと難かったな。揃いました。はい。じゃあ、ドンさんから。はい。お願いします。行かせていただきます。はい。体温。大きいおっぱいの人が机に大きいおっぱいを乗せた時の音。なるほどね。なるほどね。たゆん。いいですね。いいね、はい。ちょっとたゆんたゆんしてるかな。たゆむ。ね、たゆむしたか。たゆむ。ちょっと面が当たった感じの大きさだね。そうですね。次、ぺちゃんこさん。はい。初めて食べる硬いのか柔らかいのか分からない食べ物がめちゃ伸びてうまかった。たよん、たよん、たよんってことね。たよん、ああ。なるほど。はい。私。男女混合バスケの授業中、勢い余って、大きなおっぱいの女性にぶつかってしまった時。おっぱいかぶりしたな。おっぱいかぶりした。やっぱ、読むとハートが来ちゃうとね。そう、ちょっとそうなんですよね。ちょっとなんか、おっぱいいった。柔らかいものというのを想像してしまう。おっぱいなんだよね。そう、もうそれってね、ハートがついたらおっぱいなんだよ。読むとハートでおっぱいなんだよね。表してて。あとはどういう状況かっていう。そう。じゃあまあ、これ、送りましょう、はい。大きいおっぱいの人が机に大きいおっぱいをっていうさ。そりゃそうだ。あ書いてんだから。別に、机に大きいおっぱいを乗せた時の音で、良さそうなもんだけど、やっぱ、大きいおっぱいの人がって書かなきゃいけないから、ね。主語がない。そうか。お、ん？答え出ました。うん。出ました。そうか。そういう傾向があるな。はい。キャムーは？はい。はい。初めて食べる、硬いのか柔らかいのかわからない食べ物がめちゃ伸びてうまかった。おっぱい外してきたなぁ。そうなの？ちょっと照れてんじゃないの？おい、照れか、おい。照れだよ。一番違うかなって思った、今回は。いや、でもまあわかる。わかる。説明されてわかったから。ペイさんでございます。おめでとうございます。おい、いけるんだ。なんだ、むっつりか？おい、むっつりだな。おっぱいとかそういうのダメなんだ。大きいおっぱいが好きじゃないかも。あ、そういう可能性があるのか。ある。じゃあ。最後は何でしょう。5です。5。うわ、多いな。結構な量ですね。5は、まあ、効果音に使えそうなので言えば、まあ、ルあ、ルを提出します。置きます。はい。グルなるほど。まあ、うんうん、グルギアグルギャログルギャロさあ、ラスト、どこに入れる？別に真ん中とかどこでもいいよ。まあ、無難に行こうかな。無難。最後に入れます。最後か。無難なんてことがある。ここに無難がある。グルギャロー濁点すげえな、しかし。出揃いましたか？はい。はい。じゃあ、私から。はい。グルギャロー。はい。こういう時の音だと思います。ゲーやつめ、一度背を向けたと思いきや、振り返りざまにものすごいコークスクリューパンチを放ってきたー。グルギャロー。グルギャロー。はい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 。こんなニュアンスだと思います。すごい似てます、ね。わかりますよ。私は、はい。
とてつもない回転したパンチを食らってる時の、あ、なるほど、背景に書いてある。こうなってる時が逆に。そうそうそう。もうまさに擬音。ギリやろ。背景に書いてある。はい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 。なるほどね。いや、そっちもあるな。あるな。俺全然違えわ。はい。悪魔界のバレーボールチームのエンジンでの掛け声。くるげろー、くるげろー、くるげろー、すごいの出てきた。全然違う感じで。なるほどね。いや、これだから全然違う感じが。いや、そうなの。意外と、意外とね、そうなの。意外と、なんか、来てるからね。そう。結果出ました。お、くるげろー、くるげろー、くるげろーは、悪魔界のバレーボールチームの変身での掛け声、グルギャロー。こっちか。そっちか。なるほど、ね。いいのか。そういうことなんだ。なるほどね。まあまあまあ、これは好みだからね。まあまあまあ、しょうがないね。はい。なるほど。というわけで、結果発表さあ、絶対擬音がやってまいりましたが。はい。結果、得票数。え。ドンさん、はい、2ポイント、はい、ペチャンコさん、はい、2ポイント、お、テッドさん2ポイントということで同点、優勝、全優勝、やったー、ありがとうございます。擬音王が3人とも、擬音王はまだ王じゃなし、王じゃない、なし、全員平等の擬音力を持って、そうなんだ、なるほど、いや面白いですね。そうだね、あと被りがやっぱ結構多かったから、そうだね、うん、ある程度そのこの文字が持っているそうね、感覚はやっぱ響きっていうのはあるんだね、あるのかもしれないね、うん、なるほど、というのがこの絶対擬音か、面白かったですね、面白かった、うん、では、はい、会員になっていただきますと、もう何ゲームかやってるの見れるかと思いますので、いいですね、もしよろしければお願いします、はい、お願いします。それでは絶対擬音感、これにて終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またでーす、バイバーイ。